サンデークリニック。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合の協力でお送りします。皆さんこんにちは、野地武彦です。家族一人一人が皆健康であることは何者にも代えがたいものです。健康で楽しく暮らしていきたい、そんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです。専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます。今回のテーマは睡眠と夜間のトイレの悩みを減らすコツ、夜の悩みについて2週にわたってお話を伺います。では先生をご紹介いたしましょう。浜松市の長江前立腺ケアクリニック、長江博先生です。長江先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。睡眠と夜のトイレについては非常にこう悩んでいる方多いと思うんですね。そうですね、この2つはですね、共に毎日の生活の質ですね、いわゆる QOL とよく言いますけれども、これに大きく響きます、はい。でまあ、高齢の方はそうなんですけれども、皆さん多分思われていると思うんですけど、鶏と卵の関係と一緒なんですね。ほう。夜トイレに起きるから眠れないという感覚の方もいれば、逆にぐっすり眠れないで何度も何度も目を覚ましてその度にトイレに行くという方もいますよね。どっちが原因でどっちが結果ということじゃなくてですね、この2つはですね、お互いに深く絡み合っていますから、まあ、仕方のないことなんですね。で、まあ、それを逆に言いますと、夜間のトイレの悩みを何かの方法で減らせれば、眠りの状態もぐっと良くなりますし、はい、眠りの状態を何かの方法で良くすればトイレの悩みもぐっと減るということもいろいろな形で分かってきていますので、まあ、それで今週来週この2つ少しでも解決するコツっていうことについてですね、自分の知る限りのことをラジオを聞きの皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってます。うん。眠りの方から考えてもいいし、トイレの問題から考えてもいいということなんですが、ではまず、そうですね、夜トイレに何回も起きてしまうということについて教えていただきましょうか。はい、わかりました。まあ、この夜トイレに何回も起きる、医学用語で夜間頻尿と言いますけれども、はい、まあ、これは夜寝てから朝起きるまでの間にですね、1回以上トイレに起きることが煩わしく感じる場合にそう呼ぶようになってます、はい。で夜中に3回でも4回でも起きるんですけれど苦にならないっていう人もよくおられますし、で1回起きるだけでもなんとかならないか、まあ、若い時に起きるということはなかった方がほとんどですから、うん、まあ、1回でもやっぱりそういうふうに思う方も少なくないからですね、それで夜間頻尿というのを、まあ、1回以上でもそういうふうに呼ぶということになったんですね。で国内の調査でですね、生活への支障になるトイレの症状についてアンケート調査を行ったことが昔あるんですけれども、はい、まあ、おしっこが出にくいとか尿が漏れるとかですね、いろいろな悩みがあるんですが、それよりもむしろ夜間頻尿を上げる方の方がずっと多かったですね、その調査では、はい。まあ、そういったことからもこの夜間頻尿の問題というのは大きく取り上げるべきなんだなというふうに思います。年を取るにつれて夜トイレに起きる回数が増えたという話はよく聞きます。これ一体長江先生何が問題なんでしょうか。そうですね、皆さんの中にはですね、夜トイレに起きるぐらいのことは多少の苦にはなっても健康上そんな大きな問題じゃないと思っている方の方が多いかもしれませんね、はい。まあ、ですけど実は夜間頻尿っていうのは、まあ、言ってみれば寿命とも深く関係するんですね。夜にトイレに起きる回数が命と関係するんですか。そうなんですよね、はい。で夜にトイレに起きない人に比べてですよ、1
回起きる人、はい、さらには2回3回とトイレに起きる回数が多くなるほど寿命が短くなる、そういったことが国内の研究で明らかになってるんですね。え、これは衝撃的です。そうなんですよ、はい、特に3回以上起きる方の生存率っていうのが、まあ、2回までの方に比べてガクンと落ちるっていう結果が出ていまして、僕らの泌尿器科専門医にとってもその結果というのは非常に衝撃的だったんですね。そうですか。そうなんです。で、寿命だけじゃありませんでね、またトイレに起きる回数が多いほど、まあ、転んだりして、まあ、骨を折ったりする、そういったことで入院する確率がだんだん上がっていくということも分かってるんですよね。暗がりで動いたりしますから、はい、そういう危険も増えてくるということですね。なるほど、はいはい、他にも海外のいろいろな研究でいろいろなことが分かってまして、まあ、夜間の頻尿の回数が増えるにつれて、特にですね、3回以上にやはりなると移動の能力、まあ、足腰のこと言ってますね、はい、それとかあの心の問題ですね。最近の言葉で言うとフレイルって言われますけれども、いわゆる心身の衰えっていう感じですか、はい、そういったものがより顕著に落ちてくるということが分かってきているんですね。ですから、まあ、たかが夜のトイレに起きるだけの話なんて思ったら大間違いでですね、あの健康長寿をお望みになる方はぜひ一度しっかりこのことに向き合っていただきたい問題なんですね。はい、わかりました。先生のお話を聞いて心配になったという方も多いと思います。ではなぜ夜寝ている間にトイレに行きたくなるんでしょうか。年を取ってトイレが近くなったという話は、これ何が原因なんですか。そうですね、おっしゃる通り、夜間頻尿というものを治すには原因ですね、これが何かを調べてそれに合った治療を行うというのが当然のことながらとても重要ですね、はい、そもそも若い時はほとんどトイレには起きませんよね。そうでした。年を取ると何が起きるのかということに原因があるんですね、はい、で今日はあのご高齢になると多く見られる原因を、まあ、3つ取り上げてお話したいと思うんです、はい、で1つ目の原因はですね、膀胱に一度に溜められるおしっこの量、専門用語で膀胱容量と呼びますけれども、はい、この量が減ってしまう状態ですね。つまり1回にちょっとしかだんだん溜められなくなって、ちょっとの量が溜まるたびにトイレに行きたくなってしまう、はい、都合を、頻尿になるということです、はい、でこのからくりは、まあ、夜に限った話でもありません。日中にも同じことは言えるんですけれども、はい、夜にその悩みが特に深まりやすいので、うん、まず一つ目に挙げさせてもらいました、はい、で二つ目は体の中で作られるおしっこの量が、夜だけ増えてしまう状態、日中に比べてですね、はい、そして三つ目が睡眠の問題ということになります。お、はい、で一つ目です、膀胱容量が減る疾患の代表っていうのが前立腺の肥大症と過活動膀胱と呼ばれるもので、はい、お聞きになったことは あるんじゃないかと思いますけれども、過活動膀胱、最近テレビのコマーシャルでもこの言葉を聞くようになりましたね。そうですね、うん、あのコマーシャルで特に、女性なんかはこうトイレ近くなるのなんか言い出しづらいということでコマーシャルを打ってということがあるんですけれども、はい、まあ、その病名ですね、うん、でこの前立腺肥大症とその過活動膀胱のこの2つはですね、まあ要は加齢によって誰にでも起きてくる疾患なんですね、はい、で膀胱にある程度おしっこが溜まるとですね、溜まってきたよという信号が脳に送られるんですけれども、加齢とともにその溜まったおしっこの量が少ないにもかかわらず脳への信号が早めに送られるようになる、そういった病態なんですね、はい、でその結果としては急におしっこを催すその切迫感って言われるものや、人によってはちびりともおっしゃいます尿漏れですね、そういった形であられることもありますし、それと日中あるいは夜間のこの頻尿ということで自覚されることも多くなってくるわけです、はい、でこの前立腺肥大症と過活動膀胱というこの2つの疾患に対してはですね、効果の優れたお薬がいろいろとありますので、はい、ですから担当医の先生に
相談してですね、お薬がこのお薬は合う、このお薬は合わない、そういったことをよく判断してもらった上でですね、ぜひ一度お試しいただきたいなとは思います。はい、一つ目、膀胱の容量の問題があるということでした。はい、そして理由の二つ目として、尿の量が夜だけ増えてしまうことというのがあるそうですが、これはどういうことでしょうか。そうした状態は夜間多尿と呼ばれるもので、はい、多くのご高齢の方がこの状態にあります。ほう、若い時にはですね、夜に尿がたくさん作られないように腎臓のホルモンが自動調整してくれています。ですから、はい、まあ、朝まで一寝入りということも可能なぐらいなんですが、その働きが加齢とともに衰えてくることが一つあります。はい、それとですね、これもやっぱり加齢に伴うということなんですが、心臓のポンプ機能が徐々に衰える、それによって昼から夕方にかけて、ふくらはぎに余計な水分が溜まりやすくなって、それが夜におしっことして吐き出されるといった誰にとっても避けられないからくりもあるんですね。そこにそれとは別に高血圧に代表されるような内科的な疾患も絡んできますと、さらにこの夜の頻尿が悪化してくると、そういった厄介な状態が夜間多尿なんですね。はい、夜におしっこが増えているというこういう状態に対処する方法はあるんでしょうか。そうですね、この夜間多尿の治療法にはですね、まず行動療法といいまして、ご自身の生活習慣を少し変えていただく方法、それからそれで良くならない方に対してのお薬の治療もありますし、はい、さらには先ほど申し上げました高血圧などの内科疾患への治療、そういったものがいろいろとあります。行動を変えることですかね。行動療法、どんなことをすればいいでしょうか。そうですね、それではこの行動療法というものに関していくつかご紹介しますね。はい、一つ目ですが、利尿効果、これはおしっこをじゃんじゃん作って、しまう効果という意味ですけれども、その利尿効果のある緑茶やコーヒーなどのカフェインの入った飲料ですね、はい、それと、まあ、お酒、アルコール飲料ですね、これを飲む量を夕方以降は控えていただくということです。はい、まあ、そうは言っても、まあ、夕方の晩酌が毎日の楽しみという方も多かろうと思いますので、まあ、これがどこまでできるかというのは、まあ、これは嗜好品の、まあ、世界ですので、はい、まあ、それぞれが、まあ、できるできないはちょっと変わってくるかと思いますけど、まあ、理屈の上ではまずこういった利尿効果のある飲料を夕方以降控えるということがまず一つ目。はいはい、そして二つ目ですが、日中の休憩時間で結構なんで、日中に両足を椅子やソファーの上に乗せる習慣をつけることです。ほう、これはですね、普段下に下ろしていますでしょ、足を、はい、でその足を、まあ、椅子の上というと、まあ、ちょっと高く保つ姿勢を作ることになりますよね。まあ、そうなりますと日中にふくらはぎに水分がたまるのをある程度は防げます。ほう、まあ、そういうことをすることによって夜間にですね、回ってしまうおしっこの量もややですけれども減りやすくなるというわけです。で1回に、まあ、10分から20分程度、それを夕方までに数回以上やっていただくと効果が出やすくて、まあ、おすすめの方法ということになります。はい、これはしんどいことでもないので、まあ、できそうですね。そうですね、はい、そんなに道具がいりませんし、体がすごくきつい思いをすることはありません。もちろん足を上げると言いましても、こう張り切る人がいまして、壁の上にこうかなり高くこう寝っ転がって、はい、足を上げてっていう風にする方もおられるんですけど、これはですね、長く10分15分とやってるとかなりきつくなってきて長続きしない可能性がありますので、まあ、そこまで無理せずに、まあ、ちょっと椅子を使ってその上に上げておくくらいでも十分いけると思います。はい、それが2つ目、はい、そうですね。で3つ目なんですけども、これは運動に関することで、夕方にウォーキングなどの有酸素運動ですね、これを20分から30分行うということです。はい、でこれも心臓のポンプ機能を補助して、これは
加齢とともに衰えてくると先ほど申し上げました点ですね、はい、でこのことによって、下半身の水分のたまりをやはり減らすという狙いがあります、はい、で4つ目は塩分制限です。で国内の研究でですね、1日の塩分の摂取量が 9g 以上の方は夜間頻尿になりやすいと、あるいは逆に減塩をしっかりと数ヶ月続けると夜間頻尿だった人が症状が軽くなるということが実際に立証されてるんですよね。そうですか。そうなんです。この4つの行動療法をご紹介しましたけれども、はい、行動療法っていうのは誰にでもできますし、睡眠の質も実は良くなるという利点もあるんですね、はい、ですからこの4つのうち1つでも2つでも、まあ、全部とは申しませんが、まあ、一部でもやっていただけるとそれだけで夜のトイレが1回2回減る方も珍しくありませんので、まあ、皆さんにぜひお勧めしたいと思います、はい、手軽な方法を教えていただきました、ね、はい、行動といいますか普段の生活習慣の注意点というのが多いということですね、まあ、そういうことなんですよね、うん、意外に気がつかないところにヒントやチャンスがあるぞということなんですが、もしこういった行動療法で良くならない方、はい、まあ、必ずしも皆さんが良くなるとは限りませんし、行動療法いろいろな事情でできない方もおられますので、はい、そういった方に対してはお薬の治療があります。これデスモプレッシンという名前なんですけれども、飲んだ方の多くの方はですね、夜のトイレが 1,2 回は減るという、まあ、非常に効果が期待できる薬なんですね、はい、ただですね、女性の方、それからステロイドというお薬を使用中の方、そして腎臓の機能がやや悪い方、あるいは心臓病なので利尿剤ですね、これを使用している方、はい、こういった方はそのデスモプレッシンという薬が使用できない、条件になりますので、まあ、注意が必要なんですね、はい、まあ、それに加えてですね、低ナトリウム血症という体が だるくなったりするような副作用があるんですけど、それを避けるために夕方以降に取っていただく水分の量の制限をしっかり守るといった制約もあります、はい、まあ、そういったことがいろいろありますので、まあ、この薬を使うにあたっては担当医の先生や薬剤師さんとの相談が必要なんですね、はい、画期的な薬も出ているけれども、はい、注意も必要ということですね。そうなんですね、はい、でそして、内科的な疾患についてなんですけれど、これについても 2点ほど説明をします、はい、まず代表的なのは高血圧です。で細かい説明は今日は省きますけれども、血圧が高いとですね、心臓や全身の血管の働きに影響が生じまして、尿の製造時間が夜間に集中しやすくなるんですね、はい、で特に夜間や早朝の血圧が十分に下がっていない方ではその傾向が強まってしまうんです。ですから高血圧の治療してるしてないにかかわらず、血圧の管理をきちんとしていく必要があります、はい、もう一つ最近注目されているのが睡眠時無呼吸症候群です。皆さん聞いたことありますよね、はい、睡眠中によくちょくちょく呼吸が止まるという病態で、はい、まあ、肥満の方とかいびきの大きい方によく見られるっていうのは皆さんご存知かもしれませんが、これも結局夜中の酸素不足から夜間の高血圧になりやすくてですね、結果夜間頻尿になる確率も当然上がってくるわけです、はい、ですから睡眠時無呼吸症候群の疑いのある人は一度呼吸器内科や耳鼻咽喉科、睡眠専門クリニックなどでチェックしてもらうべきだと思います、はい、今日は睡眠と夜間のトイレの悩みを減らすコツについて、浜松市の長江前立腺ケアクリニック長江博先生にお話を伺っています。夜に尿が増えてしまう、その2つの原因について説明していただきましたが、3つ目に挙げていただいた原因、睡眠の問題というのはどういうことでしょうか。はい、これまでのさまざまな研究で睡眠の障害と夜間頻尿との深い関係が分かってきています、はい、睡眠中の夜間頻尿というのはですね、多くの場合で深い眠りの時には起こりにくいんです。睡眠が浅い時に起こりやすいということがある研究では突き止められていますし、はい、
それから睡眠が障害されていると夜間高血圧に傾きやすいといったこともありますし、はい、さらにはですね、睡眠が妨げられていると先ほど申し上げた夜間の多尿が起こりやすくなるといったことも明らかになってきてるんですね、はい、つまり睡眠の状態が悪い場合にはそれを修正するということも夜間頻尿の改善には欠かせないんだということなんですね。ではその睡眠をどうやって良くするのか、まあ、それについてはまた来週の放送でお話ししたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、行動療法という話の中で運動の習慣であるとかあるいは塩分のコントロールであるとか、こういう生活習慣の話をいくつかしていただきましたが、夜のトイレに悩んでいる方に何かアドバイスありますか？そうですね、今までいろいろお話してきたこと以外に、セルフチェックという形で排尿日誌というものについて、最後にご紹介したいと思います。はい、ご自分がですね、夜間多尿であるかどうか分かったり、ご自分に必要な治療が分かるきっかけになるものなんです。いい。で、自分で、自宅や仕事場でできることですので、ここでお話ししておきたいと思います。はい、排尿の日誌、どのようなものでしょうか？はい、これに必要なものはですね、簡単です。メモリ付きのコップと記録用紙だけです。はい、まあ、100均でも取り揃えられるものですけれども、まあ、クリニックなんかにも道具用紙は置いてあります。はい、で、具体的な方法ですが、ある日の朝から3日後の朝までの丸3日間ですね、1回1回のトイレの時にですね、そのおしっこをメモリ付きのコップで取って出た時刻と1回の量を毎回日誌に記録するんです。はい、で、1回1回の時刻と量を両方つけるっていうのが重要なポイントなんですね。で、それと同時に可能であればですよ、食事以外に飲んだものの水分の量を記録する。はい、あるいは、切迫感や尿漏れがあったときはそういうことがあったよと、このトイレの時にそういうことがあったよという印をですね、簡単な丸印でも0点でも何でもいいですから一緒に記入していただくとよりいろいろなことが分かるようになります。はい、で、この排尿の日誌、この記録でですね、分かることはいろいろあるんですが、まず24時間の排尿量、そして夜間だけの尿量が計算ができるんです。はい、で、夜間の尿量というのは、就寝後の1回目の尿量から翌朝の起床時の尿量までのこの合計で計算できます。はい、ですから5回起きるという方は5回の合計プラス朝一のおしっこの量を足すということで計算できるわけですね。はい、で、1日の尿量が体重の 4% 以上、体重60キロの方で、計算しますと1日 2.4 リットル 2400cc ということになりますけど、それ以上出てるという方はこれは多尿と言いまして、体格の割に尿量が多すぎる状態を指します。はい、夜間多尿とは別です。うん、1日の尿量が多すぎる、こういった方の場合はホルモンの複雑な病気の可能性もわずかにはありますが、一番その原因に多いのは単純に水分の取りすぎになっているということですので、適度な調整、少し減らして過ごすということが望ましいと言えます。はい、そして夜間の尿量ですね、これが24時間の尿量の 33% 以上、3分の1以上に夜出ているという方が夜間多尿と判定されます。はい、こういった方が先ほどお話ししたさまざまな治療の対象になるわけです。いい。さらにこの記録で睡眠の質も一部確認できたりします。就寝時刻からですね、1回目のトイレに起きるまでの時間が3時間に満たないという方は眠りの質としてはあまり良くない可能性が高いんですね。はい、まあ、そういった睡眠の問題については来週の放送でも触れたいと思います。はい、で、この排尿日誌というのは泌尿器科のクリニックで、もらえますし、日本
本排尿機能学会のホームページにも掲載されています。3日間ということで大変なんですが、その大変さっていうのは、先ほどいろいろお話した、いろいろなデータが取れて、それに対応する方法が次々に分かるので、必ずその苦労が報われます。はい、ただそれでも大変だと思われる方も多いでしょうから、そういう場合は2日だけでも役には立ちますし、3日続けてでなくても途切れ途切れ飛ばし飛ばしの3日間であっても、ある程度のことは分かりますので、はい、夜間頻尿でお困りだという方はぜひお試しいただきたいと思います。悩みのある方はおしっこの日誌をつけるといいよというアドバイスで今日は締めくくっていただきました。はい、今回のテーマ、睡眠と夜間のトイレの悩みを減らすコツについて、浜松市の長江前立腺ケアクリニック長江博先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。来週は今週に引き続き、睡眠と夜間のトイレの悩みを減らすコツについて、特に睡眠の悩みについてお話をいただきます。皆さんからの相談ごと、また取り上げてほしいテーマをはがき、封書、ファックスで番組宛にお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 422-8680 SBS ラジオサンデークリニックの係、ファックスは 054-287-5555E メールはクリニックアットマーク digisbs.com です。 E メールは clinic アットマーク digisbs.com です。番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄から、この番組サンデークリニックをクリックしてください。ご相談もそこから送信していただけます。相談には必ず連絡先をお書き添えくださいね。匿名希望の場合はその旨お知らせください。どんなことでも結構ですので、症状や不安なことなどできるだけ詳しくお書きいただければと思います。皆さんからの健康に関するご質問ご相談をお待ちしています。お相手は野地武彦でした。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合の協力でお送りしました。静岡県医師会は、県民の皆様の健康を守るため、会員が一丸となって努力していますが、一番大事なことは日頃からの予防です。また、病気は早期発見、早期治療が大切です。かかりつけ医の指導を守って、健康で明るい家庭生活を送ってください。静岡県医師会からのメッセージでした。